日本代表は25日に予定されている国際親善にの韓国代表戦に向けて合宿を行ってい23日にはベルギー一部の原区でプレーする MFE ジュがオンライン取材に応じた今シーズン欧州サッカーはダゾーンでいつでもどこでも簡単し1ヶ月無料を試し実施中右ウィングを主戦場する伊藤は 今季のベルギー一部リーグで二桁点を達成した。日本代表に合流する直前の第31のスタンダールリエージュ戦では2得点をゲ、ニ、ニのドローに貢献した。自身初の欧州での桁得点はいかにして成し遂げられたのか。イは、かつての自分について、得点については、リ、取るのが得意ではなかったというか。 じゃ、スメイクの部分が得意だったので、そこばか、だったと語り、最近は、海外で結果を求められ、中で得点も取らなければいけないなと思う。自分で取りに行くようになりましたと明らか、だ。今期の目標に掲げていたのは10得点10アシス。すでにリーグ戦で10得点9アシストを記録して、リ、目標達成は間近に迫っている。チャンス目、区の部分はできていたので、最後の自分で、 ゴールを取るところもできたら、もっと選手としの価値が上がると得点力向上に取り組んでいた。現ンにはすでに25得点を挙げている内エリア代表 FW、ポールオムワチュという絶対なエースストライカーがいる。伊藤は、いわば、感動オプションだが、右サイドから鋭く説、込んで、ゴールに迫る形は、チーム戦術の一部して確立されている。 伊藤がドリブルの1対1でかけてゴール前に侵入していくパターンやサイドからのクロスに飛び込んでいく形も無の重要なオプションだ。本人も言句で自分がサイドに張るよりサイドバックが外いて自分は中にいるのでドリブルで行くよはコンビネーションだったり逆サイドからクロスに入っていくのが多くなっていると得ている。その上でゴール前に入っていく頃だったり 逆サイドからのクロスに入、行くことは特に意識していて、そういうとこでの得点は増えたかなと思いますとゴール増加の要因を分析していた。日本代表でも、も、元得意だった部分を出しつつ、成長した部を出したいと、ゴールへの意識を高く持ち続く結果の部分にはこだわりたいと思いますと強く語った。ベルギー一部リーグで10得点10アシス以上を残せれば、 より高いレベルのクラブかも関心を持たれるだろう。伊藤は目の前のと、ロで結果を出していければ上が見えてくる。明確にステップアップを意識しながらプレを続けている。日韓戦は進化した姿を披露す絶好の機会だ。取材、文、船木渡る、<music>